千秋です。こんにちは、渡辺です。はい。はい、始まりました。三崎の平です。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はアナ雪2の、はい、2のアナの髪型をちょっと見よう見まねなんですけどやってみました。はい、はい、早く見に行ってください。どういうこと？私も早く行ってみます。はいはい、はい、ハーフアップで三つ編みをやった時にこの辺がバランス悪くなりやすい方が多いかなと思いますので、今回バランスが悪くなりにくい方法を今日は説明してますので、ぜひやってみてください。はい大丈夫かな、日本語がちょっと難しいです、うん、はい、それでは動画スタート。ベイビーオイルを使います。4滴出します。手のひらに伸ばして毛先から順にしっかりと伸ばしていきます。サイドの髪を耳後ろで取り分けます。後ろに少し引いた状態で3等分に分けていきます。後ろに引いたままの状態で三つ編みを作っていきます。自分で鏡を見ながらやる場合は3等分に分けて最初の2回までは鏡を見ながら編んで、途中から首を外に向けてそのまま編んでいきます。そうするとサイドのこの部分がモコッとせずにバランスが良くなります。ゴムで結びます。反対側も同様に後ろに引きながらやっていきます。後ろに持ってきて先ほど編んだ三つ編みと一緒にゴムで結んでいきます。三つ編みを広げるように少しだけほぐしていきます。サイドは特に出しすぎないように注意してください。バレッタを使います。ゴムを隠すようにバレッタをつけていきます。ホリスティックキュアの 26mm を使います。お好みで毛先を巻いていきます。今回はランダムに内巻き外巻きをミックスに巻いていきます。
舞茸先をほぐしたら、完成です。アナ雪2のアナの髪型を寄せて真似してみました。ちょっと見よう見まねで違うところもあるかと思うんですけど、クリスマス会のお子さんの髪型だったり、ちょっとアクセサリーを変えて大人っぽくも仕上がりますので、ぜひやってみてください。